はいじゃあよろしくお願いします。え今回高校受験対策の死守シリーズ第51弾やっていきましょう。で問題今回は9問ありますのでまず1回ね動画止めていただいてぜひチャレンジしてみてください。でやってもらった後にわかんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。それでは画面下げますのでお待ちください。いくよ。よ。 はもうちょい行き過ぎえ、ダクく <laughs> 今日はうまくねえなよくなかったよしねじゃあいきますかでは、まあ、今回もまあ師匠の中でもそこまでややこしい問題があんまりないタイプの都道府県の問題だと思いますちょっと最後だけちょっと厄介かもしれないですけどでまず1番は普通にね、えー、計算でございますプマイナス7プラス9マイナス8ということで引き算と足し算しか入っていないので特に順序は 気にしなくていいですね掛け算の方が先とかって気にしなくていいのでまあ1個数やりましょうかまず7プラス9ここがプラス +2 になるとでプラス2マイナス8になるのでマイナス6とで2番ですねまあこれも普通に1つと1回の計算だけなので割り算ですね8割る4すると 2x2 乗割る x すると x が1個残るんで 2x とまあこれはいいでしょう で連立もこれもかなり良心的で y がもう揃ってるんですよね係数が1と1でなのでこのまんま足し算をすれば下が -x でこう消えますね。で右辺が3になるので x -3 となりますで出てきた答えをまあ上の式下の式どっちでもいいですねどっちがいいかな上に出ましょうか。 え入れるとここがマイナス6になります。2かけるマイナス3でマイナス6。こっち持ってくるとプラス6。1足す6すると7。マイナス y イコール7になるので y イコールマイナス7となってこれで終了。まあ連立方程式はねよく言いますけど答えが合ってるかどうかが確認できます。まあちょっと今回ねあの多分あんまあ時間かからないと思うんでやってみましょうか。 出てきた答えをですね、もともと自分が今これ何もいじんなかったですけど、まあ、よくさ2をかけるとかするじゃん。全体に2をかけて y を揃えるとかをするので、それをする前、つまり問題用紙に書いてある状態、ね、のところに xy を代入します。例えば下に入れると、マイナス3かけるマイナス3だから9。プラス y のところに入れると、マイナス7イコール2となって、こうなるよね。 でこれ左辺は2だから2イコール2ってなってるからピンポンなわけです。これを下の式上の式で両方確認して左辺と右辺が一致すれば絶対に合ってるからこの答え。逆に言うと片方でもずれてたら間違いです。どっかが計算間違ってるからもう一回やろうというふうに思ってください。結構ね出てきた答え片方の式ではその左辺と右辺が一致するんだけど 片方のの式でで違うみたいなこことも起こるので、まあ、も起るちろん、ね、じゃあ試験本番の時間との相談もあるからさ絶対しろっていうわけではないんですが確認方法があることは覚えておきましょう。で次ルート計算ですねまずこっちこれは有理化が必要です、えー。これはちょっとスペースあるからいきましょうかルート2が下にあるのでそのルート2を分母と分子に両方かけます。これ有理化ね。 で、ルートっていうのは同じものをかけると、ルートが外れます。2乗になるからね。つまりこれ2になる。そうすると、こいつとこいつが約分できます。ルートの中の世界と外の世界は約分ができないので、ここで約分する。つまり、えー、ちょっと消すよ。2ルート2になる。こいつはね。右にね、ちょっとかぶりそうだったねこっち行くわ。2ルート2になる。で、ルート18っていうのは、これ 9×2 ですね。 9, 2で9が3の2乗になってるから直すと3 2になるつまり 2+3 して5ルート2ルートの足し算は中身は変わらないですからねこれで終了ですでこの辺からねちょっと度忘れしているとあの手が止まるとこかもしれないんですが、えー、正五角形の一つの内角の大きさですいい正五角形の。 一つの内角を出すためにはまず段取りとしては内角の和を出しますつまり五角形、まあ、今回は正五角形ですけど五角形の内角全部足したら何度なのっていう話まあ五角形ぐらいだったらね覚えてる方も多いと思うんですがまず公式覚えておきましょう1 8 0 × n 2あっ括弧ね n 2ですまあ掛け算取っていいんですけど本当は1 8 0こ n 2これが公式。 で n っていうのは今の何角形っていうやつです今五角形なんでここに5を入れますそうすると1 8 0 × 5く2なんで3ですねつまり5 4 0度になりますこれ五角形ねの内角中の角度を全部足すと5 4 0度になるとで今正五角形っていうのはちょっと自分はきれいには書けないですけど こういう状態です。五角形の中でも全部角度が同じやつ。まあ長さも一緒ですけどね、辺の長さも。つまり、全部で540度なんだから、全部で5角形で当然角度は5個あります。だから、540を5で割れば、一つ分の大きさ出てくるよね。っていう発想で、540を5で割って、108度。これが、 5番の答えになります、まあおそらくね三角形のさ内角の和が180度は皆さんもちろん覚えてると思うし四角形が360度も覚えてる、まあ、さっきも言ったように、ね、五角形が540とかね次が六角形が720度っていうのは覚えてる方もいると思うんですけど、まあ、よく出てくるのは角角形とか、ねまあ、12角形とととかかねちょっと大ききめの数が出てきやすすいで,すでその時っていうのはやっぱりこの公式を使ってまず和を求めます。全部で何度なのって 例えば20角形あ12角形でいこうか12角形だったらここに12を入れるので 180×10 だから全部で1 8 0 0になります。これ和、ね、で12角形っていうのは角度が12個あるから和を12個の角度ででるんですそうすると1、えー、こうなって1 5 0度1つの角度が1 5 0度ですよみたいな。 出てきますんでぜひねこういう風にやってみてくださいはいでは6番行きましょうえ確率ですねで今回は3枚の効果ですまあ、お金ですまあ、コインとかねお金とか効果って書かれ方をしますけどもう三枚使ってるって言ったらはい分母いくつっていうね毎回毎回暗記しろと言われてますけど。 2×2×2 なので分母は8です1枚が表と裏しかありません2パターンしか1枚分2枚分3枚分を全部掛け算でつなげますだから答えは8分のほにゃららです約分をしなければねであともう一個覚えてほしいのはコイン、まあ、効果の問題っていうのは樹形図が決まってます表と裏しかないのでちょっと一番左にね俺丸書く癖があるんで表からスタートします でコインとか効果の樹形図っていうのは枝が絶対2本です2本ずつしか枝が出ないだからこうやって表裏でこれが1枚目ここが2枚目ゾーン今3枚投げてるからもう1回やろう表裏表裏3枚目っていうで今表スタートは終わったのであと裏スタートね同じです枝が2本。 表裏これが2枚目が終わったので3枚目の表裏とこれで全部数えると12345678だから8通りでしょ全部でじゃあその中で今回1枚が表で2枚が裏になる確率だから表1裏2のところそのルートだけ探していきます見ていくとここは表裏裏がありますねここがまずそうであとこっちえっ、ー、と表が1かあ？ あって表が1だね表が1だからこっちはないかでこっちがここもそうですね表が1個だけ裏表裏あと裏裏表なんでここもそうですね。ということで3パターンしかないので、えー、8分の3これ約分できないんでねこれで終了となります。 まあ、たままにコイン4枚っててのが出てくることもあります。その時はもう1個2をかけて全体で16位になる樹形図に関しても1枚目2枚目3枚目もう1個やればいいからもう1回表裏出すのこうやってで4枚目ゾーンまで作ればえ樹形図完成しますんでもうコインはこれだから表裏の樹形図ね是非使ってやってみてくださいでは次反比例ですねちょっとかぶるかもしれないのでちょっと切りますね さあ反比例と言ったら何ぞやというね。反比例と言ったら絶対まず覚えなきゃいけないのが y イコール x 分の a です。反比例はこいつです主役は。y イコール x 分の a。でもう一個覚えといてほしいのが a イコール xy。これは a を求めるときに簡単に求められるので覚えとくといい。まあ別にこれ変形してるから、まあ、すぐ出るんだけどね。まあ、余裕があったらぜひ上は絶対です。これないとまずい。 で、今、えっ、ー、と、反比例し、x が -4 の時に y が5なんですね。だから問題の書き方としては、x が -4 の時に y が5。こいつがセットなんですよね。これの時にこれって言ってるから、セットで使えと。じゃあ、この状態から、まず a を出そうと。だって a は x と y かければいいんだもん。かければ -20 ですよね。で分かるから、この状態で分かったことは、式が a のとこに。 マイナスはね前に出しておいてください。だからもしこう書いてやってその式を求めなさいだったらこれで終了なの。y イコールマイナス -x 分の20でも今回はもう一方先がなかったわごめん。<laughs> 勘違いしてた。よくあるのはこの式出した後にじゃあ x がえっ、ー、とじゃあ10の時 y はいくつですかみたいな。出すと式出した後に x のところに10を入れて。 Y 2みたいなかと思ったよ <laughs> 思ったからスペース開けたのにね失礼これだったわっていう感じですいいかなこれが反比でさあ8番きましたね、えー、中学校3年間のまあ公式の中で <laughs> 忘れられるランキングもはや1位に入るんじゃないかという9ですね9の公式、えー、9点はボールですまん丸のねドラえもんの頭みたいなやつですわで 体積と表面積が出てきます。これ今回は表面積だったかなそうだね。表面積が問われてるんですけど、絶対両方覚えておいてください。体積も表面積も確認していきましょう。体積の公式。まあ、ポイントはね、使う数字なんだよね。最初にくっつく数字。体積は3分の4です。で、文字を使って書くなら、πr3、えー、乗です。で、r っていうのは半径ね。r は半径です。 で先に表面積も書いておきます。表面積は 4πR2 乗です。これが公式、右が入ってるよね。ちょっと囲っとこうか。でですね、まあ、自分の生徒にもよく言われたんですけど、この公式ってちょっと忘れやすいというか、覚えにくいという方が多いです。まあ、数字が違ったりするんでね。 でまあ、自分がよく言うのはどっちか片方を覚えておけとよく言います、まあ、体積を覚えた方がいいんじゃないかと個人的には思ってるんですけど3分の 4πr3 乗ですねで間違えやすいのはここをまず1つ目として4分の3と間違えます4分の3でこれを確実にまず覚える3分の4ってで覚えておくとですねえっ、ー、と3を抜いた4が両方上じゃんでこいつも無理やり書くと1分の4なんですよね4って数字は。 だから、4が両方上にあるよって覚えておくと、3分の4が4分の3に見せることはないです。4が両方上なので。で、3乗とか2乗めんどくさいっていう方もいるんですが、え皆さん、もしセンチメートルを使った時に体積の単位って、立方センチメートルって書きますね。小学校の時からずっとやってるやつです。表面積、表がついてますけど、結局面積です。面積をもし単位つけようと思ったら、 平方センチメートル二ですよね。いいですか。表面積は二です。平方。で体積は三の立方です。で、その単位につける、その三乗、二乗って数が同じです。半径かける数と。半径かける数あってね。だからもし三乗だっけ、二乗だっけって思ったら、あの単位を考えてください。おそらくこの単位を。えっと立方、三だっけ、二だっけってなる方はそんなに多くないと思うので。まあ、思い出し方としては、使えるかなと思います。 ぜひ使ってみてみください、まあ、ちなみにですけどあ、まあ、先にねちょっと答えくわ余談になっちゃった、えー、今回半径三分の一の9の表面積と言ってるのでいきましょう表面積 4π×r、えー、半径の2乗ですねつまり三分の一の2乗三分の一の2乗っていうのはとちろん3分の1 ×分の一なのでこういった九分の一ですこいつねってことは約分何もできないので 4 9分の 4π これが答え単位つけてセンチメートルあったねえっと体積じゃない表面積なので平方センチメートルとこれが答えになります。でちなみに、えーとまあ、この先ねあのなんだ自分の動画のエンディング変えるつもりなのでもしかしたら来年とか見てる方1年 1>, 1年前のこの動画を見てくださってる方とかはあれちょっともう違うじゃんってなるかもしれないんですけどまたこの時点で使ってるエンディングのね体積間違ってんだよねあの拾った絵を使ってでエンディング作ったらですね違ったっていうそうそう3乗が2乗になってるのかな多分ってあるんですがま余談でしたではラスト9番いきましょうまあこの中では一番難しいやつですね引っかかりやすいというでえっと今もともと問題になった表に関してはちょっと出しておきますこの辺にね えっと、部員が10人います。A 君から J 君までかな。で、C 君、まあ、C さんだね。だけ欠席したので、まだ入ってなかったんですよ。で、これが C さん抜いた状態です。9人並べました。で、今回は中央値を求めようって言ってるので、中央値を出したかったら、少ない方から並べてください。その人数分ね。で、ミスっちゃいけないのは、今回31が2人います。記録。これも2人いたら必ず2人並べます。1人だけ、えっ、ー、と、1個にしちゃダメだよ。必ず人数分並べてください。 で、こん時の中央値と C さんが入った後の中央値 C さんが入ると中央値が、えー、と1キロ増加したという言ってますじゃあまずこん時の中央値出しに行きましょうでえっ、ー、とここも切りたいね実はこの問題今回はえっと51か四首のね2個前の四首の49あせっかくなんでねちょっとビックリマークの貼っておきましょう右上とか概要欄にね それの最終問題もすごく似た問題ですこれとよく出てくる本当によく出るこの中央値系の問題で、えっと、何やるかっていうとまず奇数人こっちは9人ですよね奇数人数の時は中央値がバシッと決まりますこの数字この人っていうのがどうやるかっていうとサイドから数えていきましょう1人2人3人4人真ん中ですねこいつですこれが中央値です9人の時のね で C さんが入ったら中央値プラス1するって言ってるから C さん入ると33キロになるわけです今回与えられた情報としてはじゃあ C さんを X 求めたいからね X キログラムとしましょうとで <laughs> その2個前の動画の時も言ったんですけど必ず、えっと、この C さんがそのね中央値のところに関わってきます関わってくるまあその内容はあとで言うわ でも一応確かめようと。例えば C さんがじゃあここにいるとしましょう。X。もう少ないね。29よりも少ない。この辺にいたとすると。そうすると、サイドから数えていくと青にしようか。人数が偶数人になるので、バシッと決まりません。この人とこの人の間っていう感じになります。いくよ。1、2、3、4なので、31と32の間になるんです。この2人の間。で、31と、 32の間の出し方っていうのは平均なので2人を足して2で割りますそうするとこれ31.5なってないですよねじゃあ逆に x がめちゃくちゃ大きいとここまあここまでいかなくていいんだよこの辺でもいいんだけど右側にいた場合どうなるかっていうと消しますねこの人123432と35の間この2人が主役になりますそうすると すこれを2で割るから33.5か。合ってる？あった <laughs>、まあ、じゃん合ってるわ33.5だね。一致しないんですよね。なってないと。じゃあどう考えるかっていうと、X、がこの辺に入って例えばここですよね。ここに入って数えていくと、えー、1人、えー、2人3人。 4人で32と35の32の人とこの C さんの X この2人の中央値、あの平均値ですね。間の数って感じになります。こういうふうに絶対関わってくる X が。だから32たす X これを2で割ったものこの2人が主役だからね今ね。それが今中央値が33になるぞって言ってんの。 って言って式を作ってあとはこれ解くだけですこういう流れになりますこのタイプの問題はで解き方としては両辺2でかけましょう分数邪魔なんでねかけると32プラス X こっちは分数消えます2かけるんで66になるとつまりあと32を向こうに移行すると C さんはえっと34キロかこれで終了となります いいかな、まあ、こんな感じで、あのー、右と左ねわざわざその2回前の動画の時もチェックしてるんですけど必ずこうやって関わってきますのでこういう感じでやってみてください。あと「Q」のね <laughs> しつこいけどマジで「Q」忘れるからそうで今回は普通の「Q」でしたけどあとは「半 Q とかね「Q」を半分に切ったあのヘルメットみたいな形もよく出てきますので、まあ、その辺も是非ね対応できるようにして,みしておいてください。 では、今回はね、高校受験対策の趣旨シリーズ第51弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。